はい、どうも皆さん、こんにちは。渡辺です。今日はですね、40代の方向けの雨の日におすすめのヘアアレンジをご紹介します。雨がね、続いて梅雨の時期って髪の毛がパサついたりとかうねったりとかして、ちょっとね、うまくスタイリングができない、そんな方って結構多いと思います。今日はそんな方でも綺麗にまとめて、なおかつ華やかに見えるヘアアレンジのご紹介です。この季節に絶対おすすめなので、ぜひやってみてください。それでは動画をどうぞ。まずバームをつけていきます。全体的につけて髪の毛がまとまるような状態にしててください。特に表面の部分、この辺のね、毛羽立ちがしっかりと収まるようにしてやっておくとツヤ感が出て綺麗にまとまります。次にブラシで溶かしていきます。溶かすことによってスタイリング剤が綺麗に均等に行き渡ります。じゃあまず髪の毛を取り分けていくんですけど、表面の部分ですね、だいたいこの辺りぐらいで分け取ります。だいたいこの辺りぐらい、まあ、耳よりも少し上ぐらいの位置で分け取ったらゴムで結んでいきます。だいたいこれ耳ラインぐらいの位置で結ぶとバランスが綺麗かなと思います。次にサイドの髪の毛を全部持ってきちゃって大丈夫なので、後ろで同じぐらいの位置に持ってきてゴムで結んでいきます。反対側も同様にサイドの髪の毛を後ろに持ってきてゴムで結んでいきます。この分け目があまりパッカリ分かれてない状態でまとめるようにしておいてください。で、次にこの3つの部分をくるりんぱしていきます。少しねゴムを若干ずらして真ん中に空洞を開けてくるりんぱをやっていきます。こっちの髪の毛も同様に、こんな感じでやります。で、次にもう少しね、ちょっとこうゴムをずらしてたるましておいて、このくるりんぱ部分を少しほぐしていきます。で、真ん中が割れやすいので、真ん中の部分も出して割れないようにしていきます。サイドの部分も同様に、くるりんぱの部分を少しボリューム出すように出していきます。こんな感じです。この3つの毛束をまとめて、上から一度ゴムで結んでいきます。次にアイロンで巻いていきます。毛先をちょっと外跳ねになるようにスタイリングをしていきます。で、このまとめた毛先の部分も少しだけ跳ねさせていきます。最後にヘアフックでゴムの部分にかぶせてゴムが隠れたらこんな感じで完成です。はい、ということでこんな感じでやってみました。長さね、今回はミディアムヘアなんですけれども、後ろでねまとめてたりしたら短い髪の毛でも長い髪の毛でも、できますので、ぜひ皆さんやってみてください。今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。今後もね、皆さんが綺麗で可愛くなれるような動画を作っていきますので、今後ともよろしくお願いします。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。